アネアセヨヒヨンです。今回はですね、春が来た春が来たということで、春におすすめのリップをご紹介したいと思います。なんか春が来た春が来たってなんか去年もやってた気がするんですけど、つぶこべ別に始めますか。それではスタート。今回は3つのタイプに分けてリップをご紹介していきたいと思います。1つ目がスティックタイプ、2つ目がグロスタイプ、3つ目がティントタイプなんですけど、スティックタイプからご紹介していきたいと思います。スティックタイプはまあこのぐらいあるんですけど、まず1つ目、こちらです。トーンのペタルエッセンスリップ201番の色になります。色味が本当に春っぽくてすごい可愛いピンクで、トーンのこのリップに関してはペタルエッセンスグロスとかもあるんですけど、それよりもちゃんと色が密着してくれて、ちゃんと発色してくれる感じでもツヤ感もあって可愛い、そして色が何よりも可愛いって感じです。ほらこの分かります、ツヤ感、可愛い、色がすごい春っぽい、でもちょっとね青みピンクっぽいので、めちゃめちゃイエベの人はちょっとだけ浮いちゃうかもしれないですけど、すっごく可愛いです。めっちゃ女の子って感じですね。次、続けましてこちら、オペラのシアーリップカラー、マーマレードの色とピーチピンクの色です。まあ、オペラのリップに関してはもうツヤ感が本当に可愛いし、春はちょっと軽めのリップの方がいいと思うので、すごくぴったりだと思います。でまず最初にマーマレードをつけてみます。可愛すぎる、声が太くなるくらい可愛い、しかもやっぱりこのツヤ感は最強ですね。オペラはこちらがピーチピンク、これはあんまり色味がつかないけど、ほんわり明るくなるというか、すごいやっぱ可愛いわ。このピンクはフィヨンにも似合うと思います、さっきのトーンよりも。いい、続けましてこちら、ウズの38度リップスティック東京でプラス3度のコーラルピンクの色です。これはすごく使いやすいっていう感じ、もうべったりくっつくわけでもないけど、ちゃんと発色してくれるので、自分の唇の本来の色がちょっと血色感アップしたっていう感じで、すごく可愛いです。つけてみるとこんな感じ、可愛い。このオペラに比べたらちょっとツヤ感はないんですけど、でもまあマットでもないって感じです。はい、じゃあつけてみます。自然、すごく今日のメイクにすごい似合うと思う。とびきりのツヤ感があるわけじゃないので、本当にデイリー使いにすごいぴったりだと思います。続きましてこちら、これはラネージュのレイヤーリングリップバー02番ミルクブラーリングになります。ラネージュのこの形のリップは結構昔からあるものなんですけど、やっぱり簡単にグラデーションができるし、結構ツヤ感もあって色がすごい可愛いです。グラデーションにすると唇が軽くなるので、この春先、春とか夏とかにすごいおすすめだと思います。じゃあちょっと塗ってみますね。ほらめちゃめちゃ綺麗な発色、簡単にグラデーションできます。濃い方が内側、ほら、わかります？すっごい綺麗にグラデーションになるの。上を塗るときはこれを逆さにしなきゃダメ、そうしないと上の方に色がくっついちゃうので。かわいい、もう超本当に簡単にグラデーションできます。内側の色をもう少し濃くしたいなっていうときは、この角を立てて内側だけ塗ったりしても良い。かわいい、次、はい、続けましてオイルグロス系のリップたちになります。まあ、やっぱりオイルグロス系だとなんか透明感あるし、ツヤ感もすごい可愛いと思うので、春先にすごいぴったりな感じですよね。1つ目、ボリカリッププランパー UV プラスになります。でボリカに関しては唇につけるとスースーしてきて、ちょっとボリュームアップもできるのですごいおすすめだし、今はいろんな色が出ていて色付きのやつもあるんですけど、フィオはこういうちょっとクリアな感じの方がなんか重ね付けとかもできるので、すごいいいなって思います。ツヤ感のみ、もうね、ボリカの匂いが好きなんですよね。なんていうのか、ちょっと甘い感じ、なんかほんのり甘い感じが好き。
こんな感じです。グロスのすごい重たくてなんかベタベタするというかヌタヌタするというかそういう感じもあんまりなくてさらっとつけられるのですごいおすすめです。続きましてこちら大範囲のグロスになります。ウィスパーっていう色味なんですけどこれはハワイでアーバンアウトフィッターズのオリジナルコスメブランドになるのでそこで買ったんですけど結構ねオーガニック系で肌に優しいみたいな感じで言ってたので買いました。つけてみると本当優しい色って感じ。このツヤ感色はあんまりつかないですね。正直ちょっとヌーディーになる感じですかね。でこれはそんなに色味がすごいつくわけじゃないんですけどあのやっぱりベタベタ感もあんまないしさらっとつけられるしそれこそビーガンコスメなので肌に優しい感じですごいおすすめです。続きましてこちらディオールのアディクトリップグロウオイル。上が01番のピンクと下が04番のコーラルになります。このグロスに関してはオイル系なので結構ねサラって感じ、なんかメタメタっていうよりはサラって感じだし全く発色しないわけじゃないんですけど色寄りに発色するっていう感じなので一応色はあるんですけどっていうなんかねこの絶妙なラインを言ってる。ちょっとピンクよりオレンジよりって感じです。でもこの先の部分がこれ大きいじゃないですか。これはすごい塗りやすいので好きです。私なんか可愛いポテンみたいな感じで塗ってみます。ほらちょっとねサラサラ系なんですよ。なんか質感がサラサラっていうよりは見た目がサラサラって感じ。じゃあコーラルを塗ってみます。塗り心地が本当にいい。でもやっぱりこれに関してはなんか違う色付きのリップと合わせて使った方がなんか良さがもっと出ると思う。これだったらまあコーラル系だったりオレンジ寄りのリップを使ってあげてさっきのピンクだったらピンク寄りのリップをつけてからその上につけた方がなんか色がより出て可愛いと思います。いい。続きましてこちら白のエッセンスリップオイルカラー 0A04 番のマリーゴールドっていう色です。でこれフィオン初めてつけた時にびっくりしたのが結構オレンジになる。こういうグロスとかってあんまり色発色しないじゃないですか。これに関してはおオレンジだみたいな感じになってまあそれこそこれから春にすごいぴったりだと思うし何よりね香りがねめちゃめちゃいいんですよ。柚子の香りがして本当にえ柚子ここにありますみたいな目つぶってたらそういう風になるくらい柚子の香り。ほらオレンジ。これも割と軽いつけ心地です。そんなベタって感じではない。色がしっかりつくのでオレンジ系のメイクと合わせた方がすごい可愛いと思います。次続けましてグロスタイプの最後になるんですけどこちらこれがパトリック・タっていう海外のセフォラで買ったんですけどメジャグロリップシャインになります。これの名前 Is she younger than me?っていうカラーのネームなんですよね。それが本当に胸に刺さったというか本当に可愛いじゃないですか。だってあの子私より若いのってことですよね。可愛くない？でこれの他のやつとかもあったんですけどなんか他のやつはなんかシーズインフルエンサーとかでもうそういう風になんかフィオンが本当にドンピシャで好きなネームの付け方ですごい可愛いなって思って買いました。で色も結構日本とかにはないようなちょっと派手な感じになりますよね。じゃあ塗ってみます。可愛い。ラメ感が信じられないぐらいやっぱ可愛いですね。なんか日本のブランドでこんなラメが入ってるグロスってあんまりないと思うんですけどだからやっぱりちょっとパーティーに行ったりなんか出会いの場だったらやっぱオペラ系ですね。もうあれはもうザモテ意識すぎるもん。今のところ唇が全然荒れてない。優秀みんな。いきます。何これ。唇がなんかめちゃめちゃ可愛くなったんですけど物みたいに。こういうラメのグロスをつけるとなんて言うんだろう、なんか女の子のときめきが止まらない感じ。唇単体で見ても可愛い。なんかピンクのラメが入ってます。ピンクのラメ可愛すぎる。割と馴染む顔に。だから普通にモテそう。いけるわこれ。でもなんか多分シルバーとかゴールドのラメじゃないから多分ね唇にすごい馴染んでるんだと思う。逆にピンクのラメの方がだからなんて言うんだろう、違和感がないです全く。
はい、って感じでグロス系リップのご紹介でした。いい、続けましてティント系リップになります。ティントって言ったらもう韓国だし、もうフィヨンが大好きなリップがたくさんあるのでどんどんご紹介していきたいんですけど、ちょっとね色味がやっぱりティントなので残ってしまう可能性があるので、ちょっとそこをご了承ください。すいません、頑張って落としますけどって感じです。じゃあ一つ目がこちら。こちらがオピュのジューシーパンスパークリングティント BE01 になります。これは本当にフィヨンがインスタで見てて、ずっと欲しい絶対手に入れるって思ってたリップなんですけど、やっと手に入れられて本当にフィヨンは幸せだし、毎日もうフィヨンの横にいるリップです。こういう風にすいません、なんかテンションがおかしいんですけど、これはね本当に可愛いの。このねこの発色とツヤ感よ。色目が結構コーラルっぽくてあったかい感じなので使いやすいですね。今発色してるこの感じもなんかめちゃめちゃ派手っていう感じじゃないじゃないですか。ティントって割と派手な色が多いと思うんですけど、そういう中でこういうちょっとね優しめの色だけど割とちゃんと発色してくれる。あら、かわいい。本当にね重くないの。すごい軽いつけ心地だし、色も本当にちょうどいいし、悪くない？これみんな手に入れるべきだと思う。このスパークリングティントのこの色が可愛いんですよ。結構色がはっきりした赤系のやつもあるんですけど、これが本当になんか万能で使えるって思います。可愛すぎ、無理ん。このリップに対しての思いが強すぎて喋りたいことをもう全て喋ってしまいました。次、続けましてこちら、ヒンスのムードインヘンサーリキッドグロウ。こちらがファインドアウトアルティメイトニュードラフトっていう色です。ヒンスのリップに関しては結構ね発色がちゃんとしてくれるって感じで、割となんか明るい色っていうよりも少し落ち着いた感じの色が多いですね。じゃあ最初にこれがファインドアウト、ほら発色が結構いい系。こちらがアルティメイト、でこちらがニュードラフト。これに関してはちょっと秋っぽい感じかな。この春におすすめなのはアルティメイトかなって感じなので、ちょっとこちらを塗っていきたいと思います。かわいい。すごい、なんかめちゃめちゃツヤっていうよりはピタ密着ツヤンって感じ。ツヤっていうよりもツヤンみたいな感じで、フィヨンがこういうのをつけるときにおすすめの塗り方があるんですけど、まず1回目塗ります。まん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 ま塗ったら、この下この縁ってやる。でこの山塗る、これがすっごいフィヨンのおすすめの塗り方です。なぜかというと、なんかねちょうどいい抜け感もありつつぷっくりリップにしてくれる感じ。なんか全部を塗っちゃうとやっぱりドゥンって感じになっちゃうので、あれが多いね、擬音語みたいのが、すいません。なので縁の部分はなんかなじませて色をつけながら、このぷっくりしたいとこのこの中央の部分だけしっかり塗ってあげると、なんかボリュームアップもできて結構可愛いリップになるんじゃないかなって感じです。こんな感じ。次、続きましてこちら、タラン、エレガンスのリクイットルージュビジュ08番の色になります。で色味はこんな感じ、可愛い。この塗り心地よ、香りもいい。香りがねちょっと高級感ある。これはなんかティントっていうよりもなんかムチッとグロスみたいな感じ。結構しっかり発色してくれる、ピタッと唇にくっつく感じです。サラって感じではない。結構重ねても色がめちゃめちゃ濃くなるわけじゃないので、たっぷりつけてあげても可愛いと思います。こんな感じ。
やっぱり春先とかにはこういうさらっとつけられるというか、あんまり重くないリップがすごいいいと思うので、これも春にすごいおすすめできるリップだと思います。次、続けましてこちら、ユサンローランのルージュピュールクチュールベルニー12番の色です。これもティントタイプなんですけど、すっごく塗りやすいし、発色も爽やかな感じで可愛いし、おすすめ。可愛くない？こんな感じです。これも香りがすごいいい。あら、可愛い。めっちゃ可愛い。てか色が可愛い、すっごく。超密着リップですね、これは。つけた時のこの爽やかさ、なんて言うんだろう、なんか本当に重くないし、さらっとつけられるし、これもデイリー使いですっごくいいと思います。でもこういうちょっとハイブランドのリップなので、持ち歩いてると結構気分が上がるようなリップですね。次、続きましてこちら、パン、カラグラムトッグローポップティント01番ハートレッドの色です。今流行ってる韓国リップのなんかツヤ感ティントみたいな感じあるじゃないですか、それの先駆けのリップだと思います。つけてみますね。結構パーンと明るい感じ、でもツヤ感がしっかりあるの。これもね、甘い匂いがしてね、美味しそうでも腕に塗ったよりもそんなにめちゃめちゃ発色するわけ、まあ、しっかり発色してるけど、こんな濃い感じではない。全然唇に馴染むし、やっぱ可愛いわ。昔の韓国流行ってたなんかぴったり密着ティントっていうのを変えた商品というか、こういうツヤ感のあるリップも韓国にあるんだって思ったリップです。日本のリップのいいところと韓国のリップのいいところを合わせて2で割ったような商品って言ってたんですけど、本当それって感じです。カラグラムトはオリーブヤングのオリジナルコスメで、結構1100円ぐらいで買えるので、値段も優しいし、色も可愛いし、結構何本も欲しくなってたから買ってたアイテムです。次がラストなんですけど、もうこれで18本目なので、結構唇が悲鳴を上げていて、色がね結構やばいんですけど、最後に紹介するのがこちら、これはロム&のグラスティングウォーターティント02番のウォーターティントレッドドロップになります。これフィオンみんな知ってるかと思うんですけど、本当に激推しアイテム。いつもこのね、紹介したジューシーパン、オピエのジューシーパンと一緒にこうやって重ねて使ってるアイテムで、もう本当に可愛いです、これは。じゃあちょっと腕につけてみますね。やっぱいいね、この感じ。かわいい。結構赤なんですけど、やっぱりこのウォーター感が唇全体につけても全然違和感ない。かわいいです。こんな感じ。こういう普通にメイクしてる時にも合うし、ちょっとすっぴん風というかナチュラルな時にも、ほんとクリア感、ピュア感があるので全然似合うリップで、結構万能で使えるものだと思います。いい、はい、って感じでフィオンがおすすめする春リップのご紹介でした。いかがでしたか？今日使ってるコスメなんですけど、ベースはナーズのソウルっていう色のクッションファンデに、チークはロム&のやつで、シャドウはフィヨンがもう大好きで愛してやまない、あの 3C のマルチパレットのオーバーテイクっていうやつです。で、今リップはこのロム&ですね。はい、って感じで、この動画が楽しかったり、リップ欲しいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。그럼안녕